までの2面のコートから1面に作り替えられました。今日は準々決勝クォーターファイナルシングルス4試合が行われます。ガーラのテニス中継ではこのシングルス4試合、そしてダブルスのゲームをお送りいたします。第1試合はドキッチとパノワの対戦、この試合は松岡修造さんの解説でお楽しみいただきます。松岡さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。コートも変わりまして、はい、何かこう雰囲気がもう優勝に向けて、はい、もうすぐそこまでなんだぞという感じになってきました。もうこの東京体育館が一面になる雰囲気っていうのは、はい、やっぱりでも世界のトップ選手も言ってることなんですがね、これほど気持ちよくプレーができるところないって言ってるんです。あ、そうなんですか。それがいい雰囲気なんですね。ですからそれだけこう選手もやりやすく、試合の内容も良くなってきますから、はい、特に準々決勝4試合連続来ますから ね。そうなんですよね。これは楽しみですよ、はい。お客さんの方も朝早くからこちら東京体育館に詰めかけています。もう10時前には これから行われます第1試合、去年は第2シードされまして、注目されましたエレナ・ドキッチ、セルビア・モンテネグロ、今年20歳。まもなくゲームが行われますが、このトーナメントで使用されておりますのはトーレが開発しました人工芝スパックターフ TS5 で WTA ツアー公認のサーフェスです。シングルス・ダブルスとも優勝・準優勝者には日本で開催される最大の大会であることへの誇りを込めて、日本の伝統工芸である漆塗りで仕上げられた蒔絵のオリジナルトロフィーが贈られます。今大会苦しみながら準々決勝クォーターファイナルまで進んでまいりました、セルビアモンテネグロのエレナ・ドキッチです。今練習が始まりました。ドキッチはウィンブルドン3回戦に進出した後、去年 US オープン、そして今年のオーストラリアンオープンは欠場いたしました。去年はドキッチは30大会に出場しまして優勝はありませんでしたが、ファイナル1回、セミファイナル1回、クォーターファイナルは7回、安定した成績で世界ランキング17位トップ20をキープしています。今大会は苦しみました。まだ本調子ではありませんが、初戦カーラブラックファイナル、2回戦フサロバ、これまたファイナル、タイブレークタイブレーク、しかしいずれもファイナルセットは 6-1 というスコアで下しています。強烈なダブルバックハンドを武器にしています。そしてこちらがロシアのタチアナ・パノワ、27歳です。154センチと今大会出場選手の中でも最も小柄と言っていいでしょう。パノワも、去年は前半出場することができませんでしたが、今年になりましてオーストラリアンオープン1回戦では日本の杉山愛選手と対戦しまして 4-6、2-6 敗れています。今回の東レではご覧のように1回戦中国のチェに対して、そして2回戦ではロシアの、ナンバー3シードディメンティエアを下して堂々たるクォーターファイナル進出です。この試合の主審はオーストラリアのリアンヌ・ホワイトさんです。この2人の対戦は過去3回あります。2000年のイタリアンオープンが初めての対戦でドキッチ、その後ドキッチが優勝しましたサラソタの大会でも連勝しましたが、その後のフィルダースタッドではパノワが勝っています。さあこの2人の対戦が間もなく行われようとしています。東レパンパシックオープンテニスもだいぶ大詰めが近づいてきています。ドキッチとパノワの対戦、
これから行われますゲームを待ちます。今日はクォーターファイナルです。まもなく始まります第1試合ドキッチとパノーバ戦に続きまして、第2試合はハンチコワダベンポート、そして第3試合で日本のエース杉山愛選手がマグダレナ・マレーバと対戦します。第4試合はビーナス・ウィリアムスとチャンダルビン、第5試合はダブルスが組まれています。まあシングルス4試合、松岡さん、ですから今日第1試合からご覧になっているお客さんはテニスを本当に堪能できますね。まあ、スーパーサタデーというよく聞きますけども、スーパーフライデーとも言われる時がありましてね、はい、やっぱりこう準々決勝というか時たまこうトップの選手が負けてしまうって準々決勝って多いんですよ、はい、で4試合ありましたら絶対にいい選手が残ってるわけです、その中で。そうですね。ですからかえってこう決勝よりもこの金曜日を見たいという、まあ、通なテニス。第21回東レパンパシックオープンテニストーナメント、いよいよ準々決勝が行われようとしています。第1試合のエレナドキッチ対タチアナパノワ、20歳のセルビア・モンテネグロエレナドキッチ、先に立ち上がりましてコートに入ります。遅れて27歳ロシアのタチアナパノワ、ドキッチのサーブでゲームが始まります。パノワのリターンエースから始まりました。まあ去年の大会では松岡さん、特にドキッチの話がありましたが、一番注目された選手の一人でしたよね。いや、そうでしたよ。彼女はこの外見もそうなんですけども、すごく大きなテニスをする日本の選手、日本のファンが最も好きなタイプの一人ではありますよね、女子の選手で。はい、サーブを行っているドキッチですけれども、何と言いましても99年のウィンブルドン初出場でベスト8まで上がったわけなんですが、初戦でヒンギスを 6-2、6 で下して世界にドキッチありを言わしめました。ダブルバックハンド、両手打ちを武器にしていますエレナドキッチ。彼女が一番いい時っていうのは、多分今のポイントラリーの3ポイント前ぐらいにもうエースになってるはずなんですね。やっぱり今こうじっくり最終的に決めていくという、まあ、本調子でまだないんですがね、我慢して取ってますよ、はい、第1ゲームはデュースまではもつれ込まさずにドキッチがキープしています。いや、でもこの東京体育館、しかもこのサーフェスっていうのは最もタイミングの取りやすいコートです、はい、でお互いテンポの速い、しかも2回勝って慣れてますよね。ですからこうストロークにしろ最初からいい形でお二人とも入ってるように見えますね。はい、第2ゲームはパノワのサービス、6-1、6-1、パノワに許したゲームわずかに2つ、エレナドキッチセミファイナル一番乗りを果たしました。終わってみますと、松岡さん、圧勝という感じですかね。まあ、スコアまた時間的にもそうですけども、はい、やっぱもうちょっと競るかなという雰囲気はね、はい、確かにあったとは思うんですけれども、まあ、ただこの後のセミファイナルドキッチ楽しみということになりましょうかね。いや、嬉しいですよ。これのテニスであれば、明日、はい、競ってくれるいい試合がするという、そういうドキッチ試合してくれました、はい、松岡さん、どうもありがとうございました。姿を現しました。画面手前、アメリカのリンゼー・ダベンポート、1976年6月8日生まれ、27歳です。身長は189センチ、去年末のランキングは5位でしたが、現在は1つ落として6位となっています。